はい、こんにちは、つっちーです、今日はこちらの F54JCW に、レカロの、線量分けですね、シートを取り付けしていきたいと思います。はい、それでは早速取り付けるシートを見ていきたいと思います。取り付けるシートがこちらです。SR6 の、GK100S、カムイとグラスメッシュの、シートになります。でカラーが、ブラック、レッドですね。じゃあグラスメッシュが赤いタイプを今回取り付けます。でこの赤いタイプの他にも、ブルー、ブラック、あとシルバーもあります。であとは、ちょっと品番違いになるんですけども KK100S って言って、このグラスメッシュが、こっちの横のカムイ生地と一緒のこっちまで全部カムイ生地になるタイプもあります。で今回取り付けさせていただくのはこの背中と座面ですねがグラスメッシュのタイプなんで、まあ蒸れにくく、これからの季節にも非常におすすめです。で SR6 の特徴としては、リクライニングタイプのスポーツシート、要はセミバケです。セミバケですね。はい、カミカミです。はい、セミバケの中でも、よりタイトにスポーツフィーリングを重視したモデルになります。なんでスタンダードモデルの、SR7 なんかよりかも、こっちのサイドはより硬いものが、硬いクッションが使われてます。でこっちのショルダーサポートも張り出しがより大きく、で、まあ、スリップしにくいようにオーバースペリート目になったりっていう特徴があります。はい、なので、まあ、スポーティーな車だったりだとか、もともと着座位置の低い車なんかに、非常におすすめなシートになっています。はい、で取り付けるために必要なもの、必需品ですねがこちらのシートレールになります。でこれは車種ごとに、まあ、要はシートと車体側をつなぐための部品レールですね。で、まあ、パーツ構成としてはシートレールと、あと前後にスライドさせるレバーですね。であとは、純正のシートだとエアバッグがついてるんで、レカロシートになることによってエアバッグがなくなります。でそうすると警告が入っちゃうんで、一応その辺をキャンセルさせるキャンセラーなんかも全部ついてきます。であとは一応シートがこの上に乗る感じになるんですけれども、一応高さ調整が、若干できます。で付属のスペーサーですねを取り付けることによって、まあ、シートを若干上げることができます。なんでちょっと低くなりすぎちゃったなっていった場合は、まあ、微調整の範囲にはなるんですけれども、調整できますんで、まあ、お気軽にお申し付けください。じゃあそれじゃあ早速、取り付け作業を進めていきたいと思います。はい、でまず早速、シート取り付けるために純正のシートを取り外します。で、まあ、背が高いクロスオーバーなんかだとトランクから出すっていう技もあるんですけど、クラブマンの場合どちらのにしても狭いんで、ちょっと今回運転席からそのままシート取り出そうと思います。で、まあ、傷になっちゃうといけないんで全部養生します。で江藤君お願いしてもいいですかね。はい、はい、いいですか。はい、はい、じゃあ江藤君の手によりこの純正シートが今から取り外されます。それじゃあお願いします。はい、でこれで今純正シートが取り外されました。で一応これが純正シートに刺さってるコネクタですね。でエアバッグがなくなるんでここに、キャンセラーを入れていきます。江藤君ちょっとキャンセラーとエレクトロタップをください。エレクトロタップ俺が持ってた。はい、でレカロの一応付属品で、まあ、キャンセラー、まあ、抵抗ですねだとエレクトロタップがついてくるんですけれども、一応うちの場合ではエレクトロタップはやっぱりちょっと接触不良の原因になるんでこれは使えません。なんで全部ハンダは持ってないか、全部ハンダで、ドクター江藤が、取り付けします。であと外した純正シートですね、
からは一応シートベルトのキャッチ、これが移植になりますんで、これを取り外してレカロのレールの方に移植していきます。はい、こんな感じで、エレクトロタップを使わずに、全く言えてないですね、エレクトロタップを使わずに、全部ハンダ付けで取り付けさせてもらってますんで、まあ、接触不良なんかで、警告灯がついてしまうようなこともないようになってます。はい、で今レカロの方が一応、レールと今合体が終わりました。でシートベルトのキャッチもこんな感じで移植されてます。というわけでこれを今から車に取り付けていきます。はい、というわけで今取り付けが完了しました。こんな感じです。めちゃくちゃかっこいいですね。で一応スライド、前後のスライドに関しては純正と同じこのレバーを上げて前後します。でリクライニングはこの横の左右についてるダイヤルですね、を回してもらうとリクライニングします。なんで純正シートよりかもかなり細かいあのポジションの設定ができると思います。だと純正シート F54 のシートにない機能としては、一応前に倒すレバーもついてますんで、まあ、あまり使わないとは思うんですけれども、前に倒したりっていうのもできるようになってます。こんな感じですね。はい、というわけで今日は F54JCW にレカロの、スミバケ SR6 を取り付ける様子をご紹介させていただきました。レカロシートは、ぜひご購入にご相談ください。ご視聴ありがとうございました。